おはこんばんちは、しんごたかしです。今回の DJ 旅ログは香川県の高松市スタジオ33453からオファーをいただき、飛行機に乗って行ってきました。初の四国で DJ ということなんですが、金曜日のイベントということになったので、平日家庭のルーティーンから、子供にやられたりしつつ、平日なんでね、保育園まで送って愛しい息子としばしのお別れ。一旦帰ってきてレコードを詰めて1日留守になるので、昨晩から準備しておいたウェブサイトの注文も発送準備して荷物をまとめます。うわ、エリア、ゴミ出しと商品を発送して11時45分の飛行機に乗れるように出発。チャリンコかっ飛ばして池袋から羽田空港を目指します。さすがにこなれ感が出てきましたが、それも品川駅まで。羽田空港では国内線は第1、第2ターミナルがあって、航空会社ごとに発着場所が異なります。なんかのサイトで見たのが、 ANA は A が2個で第2、 JAL は A が1個で第1と覚えるのが覚えやすいとか。自販機お茶高いですね。こんなもんですか。なんかあれなんで濃い方をチョイス。まあ、大体わからないことは人に聞けばいいんです。ありがとうございます。これを南ウィング行きます。ここに書いてあるの、さあこれが南ウィング。チケットってどうやったら誰に行くかな、人はいるかな。ここでこういうのを見つけました。30分前までに空港手続きを終えておくのが目安だとか。わからん、誰か分かりな人は、あのお姉さんの方に、お姉さんに、お姉さん B の検査所から QR コード見せるか。難しいよね、飛行機は。あれか、QR コード見せる、いけんじゃない。これが B、 はい、電子チケットは搭乗口でバーコードをかざすだけで OK。 あ、荷物ね。弁当はなんか、ここ弁当じゃねえぞこれ。国際線は機内食でラーメンあるみたいですけどね。またヨネスケかな、鶏からお店。何度か遠征して初めてお土産を渡しするという気遣いが発動。はい、ありがとうございます。なんとバスで搭乗口まで行くパターンもあるんですね。昔グアムだったかバリだったか行った時もそんな感じだったか、どんなんだったか思い出しました。あっという間に到着です。到着時間をやり取りしていたカズくんがお迎えに来てくれてます。空港を出た左手バス停付近に到着しているということなんですが、もうお昼過ぎなので、香川といえばもちろんうどん。大手チェーン店のようにセルフィーなシステムなんですね。かけがいいですよ。何がいいですか。かけうどんですね。じゃあかけで。中が2玉で、大とかでやったらかけとって、3玉。へぇ、はい、ありがとうございます。一応新品と一緒に温めるんですけど。すごい、何ここでセルフで。温めるの。そうです。軽く温めて、結構出汁がある。へぇ、これは地元の人にナビしてもらわないと確実に迷惑かけそうです。これでよし、ちょっとやってみよう。こうかな、温めて2目の湯切りの戻して、あーいけない、あーいあーいあーいけない。やば、ナビしてもらって失敗しました。こちら出汁
もおー、美味しそうこっち薬味です。なるほどね、生姜がいい、いい感じです。我々、我々福玉ボンバー、福玉ボンバー、よし、ありがとうございます。いただきます。行きました僕は蕎麦派だったんですけど、高松から帰ってきてうどん派になったぐらい高松グルメに感化されました。そして本日の現場、3345を経営するボスがレコード屋さんもやってるそうで、ご挨拶に連れて行ってもらいました。昭和の駄菓子屋のようなレトロクラシックな佇まいで、ちょうど海外から買い付けに来てる外国人セラーとタフな商談中。はい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 、これはもう路面電車、普通の ローカルな電車です。あ、短いと思ったけどみんな言うんですよね本日の現場に到着。バイナルの回転数、店名のね由来です。マッシュルームの兄貴って言ってるんですけど、はい、お店は夜からなので店長の太田さんがお掃除中でした。軽くリハです。シモさん、日本酒もテキラもいけるの？人並み、人並み程度兄さんが炎になってます。僕はそんなに念入りにリハするタイプじゃないので、ミキサーとか探偵の癖みたいなのをなんとなく把握できたらいいかなぐらいに考えてます。何が違うの？あと、こうちゃんが止まる。何で切れないんだ？44G ってあるんですね、在庫。ここだけ。あ、ですよねこれ針はユニオンの針で、あ、でももうこれもない。ありがとうございます。ナイスミックス。ナイスミックス。これブンブンが欲しいんやけど。昔とかは日本一長い商店街らしいですけど、日本一長いらしいですよ。高松の商店街アーケードは総延長 2.7 キロで日本最長ですって。うちの近所の大山商店街っていうのも東京でか2番か1番ではなかったような気がする。長い商店街って、そうそう、リンゴみたいな、めっちゃ長いアーケードだ。あ、アーケードだ。これは生活できるわ。というのは冗談で、アートと商業施設がつながる県内周遊事業イベントでした。やばいところに来たぞ。ここね、やばいんですよ。粋なマダムがシェーカー振って作ってくれるアイスコーヒーが絶品。ありがとうございます。めっちゃうまそう。ビジュアルもいいし。ですよね、すいませんこんなうまい、こんなうまいアイスコーヒーあります？いや、めっちゃうまい。いや、なんか損してます。もっと行けばよかったと思いましたもん。ありがとうございました。さあ、夜はイベント前の前飲みからスタート。東京から今日のゲスト、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。めっちゃ高知県のマグロとオリーブハマリ、サワラの魚、虫貝、アジ、これ今日美味しいです。あと旅沢です。醤油が2種類あります。こっちが普通の醤油なんですけど、うちは小豆島の醤油を使ってます。うちで作ってるお刺身用のソース、醤油ベースのちょっと甘酢っぽいので2個ずつご用意してるので、横さんも使ってください。ありがとうございます。小豆島の醤油、醤油の醤油はい、じゃあ、シンゴ高橋さん、スペシャルゲストで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
R&B45 マスターの DJ カタリストさんから遠隔テキーラいただきました。今回は機材の上でしないようにしましょう。素敵な写真たくさんいただきました。皆さんいい方で本当に楽しい夜でした。はい、全員で写真撮りましょう。どうぞ見てください。じゃあ、着物の後ろ姿。打ち上げ的に近くの日本酒バーへ。うまっ、なんだこれ、めっちゃリンゴ。これ飲めちゃう、危ない。これはおやすみなさい。おやすみなさい。またね。いい天気だな、今日。出したりしまったりしてたらポッキリ言ってました。全然今日はまずは有名な老舗うどん屋さんに連れてってもらいます。本当にそうだったの。この辺なんでよく階段ダッシュしてます。いやこれはダッシュするわ。へー、すごい。わらやってそういうことか。わらだ。いい感じの。わらぶき屋根の店内もいい雰囲気です。はい、失礼いたします。はい、どうぞ。おだしをここに入れて。ここに入れて、おネギ生姜でよかったらね、つけ麺で食べてください。ああ、なるほど。入れるといきますか。入れましょうか。すいません、ありがとうございます。ここまで倒していただいて、もう一度倒していただくんです。やってみなくて大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ここも激うまでした。いっちゃった源平八島合戦。そうです、八島合戦。はぁ、これは失礼。あ、那須与市。八島合戦は再起をかけ、八島を拠点とした平家を義経が追い詰める源平合戦の有名な戦いです。3000騎の平家軍に対し、義経は約150騎の兵で奇襲に成功。そして平家滅亡最後の戦い、壇の浦の戦いへとつながっていきます。那須与市扇の的当て伝説が生まれた戦いとしても有名。わお、塔が見える。好き、こういうとこ。四国霊場第84番札所の八島寺には、氏神として四国狸の総大将田三郎狸が祀られています。日本三大狸の一匹で、さまざまな伝説があり、平家に加勢したとか、日露戦争でも日本軍の味方をしたなどの逸話があります。また家庭円満、縁結び、子宝などに御利益があるとして全国から信仰されているんだとか。だんだん狸500
円もすんのか。うわーすごい、すごい、ちょっと待ってこれ、ギャー、ちょっと何これ、絶景ですね、すごい、島、島がいっぱい、ここ変わらないですよ、できます、この輪っかの中に、あれ変わらない、これに何を投げるの、変わら、やば、こちらで本当だ、変わらだ、そうです、変わらで輪っかの中に、めっちゃダサい、こうだな、そうですね、ちょっと待って、絵じゃないもんね。え、本物？本物。すごい、はい、絵みたい。おととせんべいは瀬戸内の海の幸をプレスして一枚一枚手焼きで作ったおせんべい。え、これ子供の魚ってことですか？そうです、そうです。稚魚ですね。稚魚をグッとこうプレスする。そうです。ただ生のままだとダメだから、干物にしてお腹出したり鱗取ったり。工芸品のように洗練されていて、お土産としてもとても人気だとか。僕は鶏肉が大好物なので絶対行きたいと思っていたお店一角さん、席に着くや否や過酷な選択を迫られます。親とひなと選べません。親で、こちらがひなですね、失礼いたします。ってことで、親、ひな、ひなですね、このまたおつゆもどうやってくるんだこれ。いや、ちょっとこれ行くか。そうそう、骨付き鶏はハリウッド女優がローストチキンにかぶりついてるのを見てインスピレーションを受けたんですって。なるほど、親は見応えが、油が口に入ってくる感じ、脳が揺れるような、そうです、ひなも、いいな、親の自撮りっぽい見応えのあるのもまたいいし、うまい、めっちゃうまい、綺麗に食べました、みんながうまい、これはもうペロリショー。さあ、そろそろ東京に帰ります。毎回ね、あっという間です。確かに言われてみればうどんぽリフトアップ、ありがとうございました、高松で関わってくれた皆様、本当に楽しい2日間でありがとうございました。僕は東京生まれなので、こうして全国の皆さんとお会いできるのが本当に嬉しいです。観光で地元の人と接するのとはまた違う濃密な関係構築をパーティーを通してできるので、音楽って本当に素晴らしいですね。そしてまたスタジオ3345に来ている皆さんもとてもいい笑顔で、これ言ったら僕をゲストに呼んでいただくとか別にプラスアルファでしかなくて、いつもここが本当に楽しいスポットだから、楽しいイベントができているから、そこにゲストが乗っからせてもらって相乗効果があるということを改めて感じました。素晴らしい現場に呼んでもらえたことを心から感謝いたします。また呼ばれるようにね、僕も頑張ります。到着、ただいま、おかえり、巻き、なんだそれね、パパすごく会いたかった、お疲れ様だよ